徳川博士2月15日から1943年7月12日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少佐。以下は15位。君党は君後党。後級は皇後,後級。父は江戸幕府15代将軍、徳川義信の旧男で男爵の徳川誠。母は男爵、名は長ノの娘、聖子。妻は 藍津松平家第12代当主、松平康尾の御女純子。六百一千1916年2月15日、男爵徳川誠の長男として生まれた。学習院中等科を経て1938年、海軍兵学校卒業。広氏は、海兵六十五期で旧軍神の一人、岩佐直次戦後解消となる石熊達彦らは同期生である。 太平洋戦争中期の1943年7月12日、潜水艦旅101千人将校として戦死した27歳ボーツ。ヒロシは、クラワン野戦が行われた直後、後に潜水艦の神様と異名を取った艦長、織田義次式の元クラワンのアメリカ軍上陸地点に潜入した。夜間、充電のため浮上しヒロシは、 見張り委員2名と共に環境にあったが、アメリカ軍駆逐艦テーラーのレーダー射撃を受けヒロシは、被弾した。ヒロシは、急速先行を指示し、同艦は無事であったが、艦内に収容されたヒロシはすでに戦死していた。ヒロシの意外は降りたらによって、ラバウルで水槽に付された。墓所は、谷中霊園。ありがとうございます。